お疲れ様です。ラットです。そしてヘイヨー、焼き鳥です。そしていらっしゃい、ダニーです。はい、ということでね、今日もまあね、焼き鳥付きプラス、まあ、ダニパイセン付きということでね、豪華やなだね、パイセンがいるからね。おや、ということで今日やっていくんですけど、まあ、今日は、まあ、リプ解説で気が向いたら一戦だな。お、え、やばってか順位やば。で、そう、今、まあ、グローバル33位なんだけど、これ6-1にそう行ってから動画撮るまで結構経ってて、これ6-1行った時にこれ21位だったよ、マジで。うん、もうまあ証拠ないけどね。はい、まあね、嘘つくからな、もう機嫌癖があるな。嘘じゃないんですけど、まあね、とりあえず6-1行ったんで、いや、そちらの、まあ、デッキがですね、はい、これまあこれだね。何そのデッキ。この、まあ、見てもらえば分かる、もうね、古代兵器みたいなどうやって攻めるんですか。本当にどうやって攻める、どうやって攻めるのっていうデッキなんですけど、これがね、うん、今あのもうね、今の何環境のデッキ、ね、最先端ですね。もうそれもうクロス使いからしたらやめてくれ。本当に本当に今のこの環境の最先端デッキで、これがもうこの6-1に行くまでのこれトゥントゥントゥンにこのフレバトでトゥントゥントゥンのこの6連勝ですね。やば、本当にっていうところで、強えんだ知らねえけど強えんださすが古代兵器使いのラットさんですわ、ね、そうなんですよね。っていうところで、まあ、とりあえずリプレイ解説の方をねやっていこうかな。どれ見たい。チエンディガっぽい、チエンスケラクロス、うん、ペッカークロス迫撃。個人的にはボコボコにされてるクロスちゃん、かわいそうな。あー、ということで、え、こっちどっちでもいい、どっちでもいい。いや、マジの、いや、おすすめはこっち。あ、じゃあそっち見て。ということでね、もうこれマジで見てもらえれば分かるんですけど、相手はチエンクロスのロケット、はいはいはい、で、まあ、僕はまあ古代兵器、古代兵器でね、この相手ロケットなんですけど、僕にはそのファイブ枯渇をさせる、ファイブ枯渇か、まあまあ、うん、まあそのね、ババ小屋にそのホバリングにマジアジャっていう、まあ、対クロスメタ、しかもムートにロリババね。いや、もうクロスから使ってる身からしたら何やこいつ、まあ、全ユニットがまあクロスメタなわけで、これも死んだんよな相手。そう、相手これメガゴがなかったらしくてねもうこれだけで相手のね防衛クロスを処理できる。おいしい、おいしい、もうね、これやばい。これは俺見てて分かるんですけど、えげつないひどい試合ひどい試合なんですけど、まあ、焼き鳥が見たいって言ったんで、ね、皆さんすいません。 おやおやおや、何すぐ人のせいにする。俺はこれを見せるつもりはなかった。かわいそう、かわいそう。え、マジでこれ応援されるやん。これうまいんですよね。これはこれやばマジでチャゲーミング。そう、相手はもう何もできない。これは素晴らしい角度ですね。そうなんですよねっていうところで、もう相手はまずこのロケットがババコヤにしか打てないし、うん、打ったところでだし、そやな。そう、もう相手はもうどうにもできないから、ひたすら耐え続けるのみ。本当にひどい。で、このプラスコウモリは相手がトルネでね、釣ってくるっていうのは分かってたから、そうだね、それでね、そう、やったんですけど、相手のアイスユーズにね、うまくやって、ここやばいんじゃねって思うんですけど、なんかこの、ホバリングのあと、ロリババが OP。OP やな。もう、なかなかいいタイミングで出したけどね、相手も。そう、で、本当にただこれだけだから、もう飛ばすな。本当に。これは、もうこれだけやばい。もう 10-0 の相性で勝っただけ。あ、でも、そう、相手もうまいから、うん、めちゃくちゃ頑張るんよね。狙ってくる。そう。けど言ったらもう相手は勝ち筋ないね。俺だったらもう一生懸命引きこもりけどね。そう。まあ、ここもう。だからもうメガ読みのコウモリでホバリング延命。コウモリもあんのか。そうだ。相手ウッドだからね。いや、これでもう死んでる、ね。苦しい苦しい。これで苦しい。苦しい苦しい。もうこれで苦しい。これひどいよ。見てて。マジいじめマジいじめ一方的な暴力やな、これは。そう、一方的な暴力でただ勝っただけだから。頑張って出すけど、この一本の動画で選んだ焼き鳥はセンスがね。ああ、マジで。だってこれクロス使いとしては見たかったんよ。これ結構ピンチな感じになってるんだけど、もう余裕で守れてるからめっちゃ頑張って延命したけど。そうだね、次々とメタカードが。だってこれ主軸ないけど、端前からこれただ出してるだけですからね。本当にこれ端前からこれマジで端前から出すだけ。ゴリみたいなことやるやん。うん、しかも端前から今度はひどいね。ってことで、まあこれはね、これはもうリプレイ参考になんない、なんない。ってことで、まあもう一個だね。これチェーンスケラとチェンディガっぽい。割とスケラ、あれもスケラも言うてか。そうだよね、まあ、とりあえずこれは意外といい、良かったやつ。これ何に弱い逆に。うん、ラバルとか。でもラバルもまあ、しんどいんですけど、結局こっちも攻めれるから勝てないことはない。あ、まあ、何がしんどいかは分かんないね。負けてないから最強すぐそうやって自慢挟んでくる。負けてないから、そういうとこあるからね。
まあ、普通にディガポイントかね。あ、でもあれだ、うん、普通に勝ったわ、さっき勝ってた、勝ったリプレイあるわ上に。それもそれ見たいみたいなところあるけど、ほんとに、うん、まあいいか。でこれは、まあ、とりあえずババコ屋置きますね。はいはいはい、とりあえずババコ屋、もう困った時のババコ屋。そうで、まあ、あとはそのね、その相手のスペルで一掃されないように、うん、もうバラバラにねユニット出してあげれば勝てるんで、このデッキ。まあ、マジでグラチャラやってる人とかはちょくちょく当たってるかもしれないですけど、マジでおすすめってことで、明日からグラチャレが、あ、やめてやめて、俺が一生懸命クロスで回ろうとしたのに。お疲れお疲れってことで、まあ、これはね相手のアイスイズベビードラムだったんで5打ってあげますね。でこのスケラもコウモリもあってマジアチャもあるんで、もう強い、そうもうほぼ完封だね。相手はもうちゃんとポイズンとスケラ打ってる時にやんなきゃいけないけど、うん、もうこの古代兵器の中そんなタイミングが作れるのかと。そうでここでババコアをどこに置こうってなって、左下に置いてもいいですけど、左下左側削られてるから、僕はあえて逆に、一緒にスケラに巻き込まれるからね。そうスケボイで結局削られちゃうんで。まだ喉の調子が治ってない、死にそう、本当に死にそう。でこのマジアチャはしちゃった、あこれ下手くそマジアチャやけど、まあまあ角度が15度足りんわそれ、小ばけえな、まあ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 ね。ふう、これなかなかでも絵が地味なんだよな、これ、うん、いや本当にこんな地味なことある、本当にひたすらバーバリアンが出てくるのを眺めてるだけだから。こんな動画ある、2倍速で見る、うん、まあ、2倍速でババが出るの見る。マジでどうやって攻めるんですか、うん、もうゆっくり攻めていくデッキやなこれ。そうもうひたすらそう耐えて、うん、耐えて最後にボーンで勝ち。なるほどな、もう付け足しばっかやって、これ本当だから。本当にそんなんで6-1いけんの、うん、じゃあ俺も使っていける。焼き鳥はでもそのね、その小屋置くっていうところにセンスがないから。小屋置くのにセンスいるん、うん、そう置くだけなのに。そうそう、でこれで相手ポイズンだから、相手がポイズンだったらもうマジアチとホバリングが生き生きするやん。あそうだ、ね、でも相手がファイブだったらババコが生き生きするし、結局ファイブでもマジアチかホバリングどっちか生きるから生き生きするやん。つまりずっと生き生きしてる、うん、そういうこと。どういうこと。でもうこれはねマジアチが入ってる、おいしいおいしい。そうで相手ホバリングしんどいしね。そうだね、これで、はい、ベビドラで処理は渋いよな正味。でこれはちょっとやったなって、このベビドラがおいしく、そうなんだよ、元気に焼いてくやんババリオン。けどまあ回してこれはコウモリ出すんですけど、ポイズン来てこのマジアチャですね。この防衛マジアチャがマジで強い、スケラに対して万能よな本当に。もうマジアチャが強いから、スケラに対して。よいしょ、割とあれやな、ベビドラが辛そうな感じはあるな。けどまあホバリングが強くて相手もしんどいからね、うん、まあまあ確かに、ね、そうで今そうこの遅延スケラとか入ってるから、まあ、それに対して強いね、本当に、うん、ついんだな。マルチめちゃくちゃ多いからな本当に。そうこればっかやな、こればっか、グラチャレもこればっか。確かに、これも守ってあげて、これ最近この形にスケラの場所をディガーに変えてディガコにしたと形とか、ね、それもある、それにも強いから。でこれでここでもうあれ、あ出たブップタイム、相手がポイズンで攻めてきたんで、もうここは端前開催、そう端前からただブッパするだけで、もうブッパするだけで刺さっていくぞ。そうこうやってタイミングを伺って一瞬で決めていくと、もう耐えて耐えて耐えて相手が攻めてきたらもう最後のブッパで終わり。やばやばいよね、外役やん、やばい。本当にやばいよ、焼き鳥並みに。おおどういうことねえっていうことで、さあ一つね、これ今グロ33位で6110なんですけど、まあ、マルチって1000プラス30ぐらいやね。え、いくん。でこれ6110で30もらえたら40ぐらい、そう、まあ、12ぐらいまでいける。一気にランク20上がるわけ。行くしかないよな。いや、行くしかないな、それは。よし。やっと算数。勝ったら焼き鳥に残ってもらおう。何を何を。iPhone。いや、タブレット。俺が買いたいやつや。パソコン。もう俺、ボコボコないよ、iPhone。車。どんどん高くなっていくな。スクラッチ。スクラッチ？おや？ちょっと夢を買おうとする、本当に。本当に。人に夢を買ってもらおうとするやん、もはや。え？もうよくわかんねえ。ええって。焼き鳥とはもうこれ毎回言ってるわ、でも毎回言うぐらい焼き鳥と動画撮ると疲れる。ラトそんなテンション低く撮ってんの動画。いや言うてんやんけ、や今日は言ってないか、あの昨日の動画を見てくださった方は分かるかもしれないですけど、ああ喉がやられ、お喉がやられとるんや。あそうなん、ね、おスーパールーパンジ、ルーパンジ、ルーパンジってことで失礼します。
ってことで、ね、失礼します失礼しました。で、まあ、この場合はロイゴスを流すですね。ああペッカ州漂ってきたね。ペッカはどうなんこれ。まあ悪くはないね。そう普通にでもペッカしんどそうな気はするけどね、見た感じ。そうなんだよね。ああ違う違う、何これ、何これ、しかもロリボ12やで。おや何これ、何これ、さすがスーパールンパンジーや。そうこの方結構珍しいデッキ使う系の人なんですよね。これ小ジョババあると思う。いやわからん、こんなポイズンやで。普通にペッカ説あるよな、ペッカ工場のなんかロリババに変えましたみたいな。これだって逆再工場来たらつみつみ、ほらつむつむや、ペッカやのこれ。これ本当にペッカで、んなんだろうね、リガーあったら飛ばすかな。こういうわかんないの困るんですよね、うん、これ。でも相手ポイズンだからホバリングの魔術中が生き生きするわもうここまで来たらペッカしかない。あペッカやね、ペッカだ。さあここバーバー小屋の位置ちょっとやったみたいなところ。でもこれムートが強いんでね。おお万能やな。ムート残る、ムート残る。あーあーまあまあ。ったらでかいけどね。よく頑張ったよムートは。よしよし、もうこれで死んでから相手なんか出したらホバリングつけてあげて。ババ小屋強えな。そう。立てるだけで相手です。本当面白い形だね。であと1枚多分。あこれ見たわ。あのペッカディカポリのペッカをハンターで、うん、そのファイボーじゃポイズンロリババ。そんなんある。そう。やば。普通に。そうじゃあここでポイズン使わせることによって次ババ、ね、今度はそうババ小屋が生きて、やばそう。でもこれを1個上にしとかないと、うん、逆再工場が釣れないんでね。ああそうだね。で相手がこれマジでそのムートとかメゴクとか持ってたら意外としんどいよね。いやまあでももうないみたいなとこあね、あもうないね。これムート出していいかな。これはまあムート出してとりあえず切っていきたいかも。高かったな。まあまあまあ、まあ、そういうことあるよねよく。これマジでいけるくれ。あ甘いな。残念賞。これもマジアチャで。あ出た。ああ。うまいうまい。それ読んできたな。多分読んでるねこれは。たまたまでしょ。読んでるくね。普通に。絶対たまたまでしょ。あのタイミングで出すかな。これさもうこれでワンチャン攻めるみたいな。あまあまあまあ。あ使ってくれたと。はいはいはい。これもうね小屋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 タイム。よいしょ。さあもう2周目の小屋が溜まってくると気分が上がってくるこれ。もうこれだけでなんかやってくれるから、うん、相手苦しいもん。そう勝手に出てきて、これで死んで、これで相手苦しいから、これもうマジャチャで攻めてあげる。あこれあワンチャン相手逆サイ狙ってるで。やばいやばい、あやばい、マジャチャが、あでも優秀。オッケー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 、このね、あれあれが優秀。いいロリババで、これワンチャン、あやばいやばい、やばくね、やばい痛い、これ いやでもこれムート残った、ムート残って、でスペルも残ってないよ。やば、えワンチャンでもほぼ入るみたいな。えガブあった、え待って、ペッカがない。そうペッカないよこれ。やばそんなデッキあるん。そうどうやって攻めるデッキパート2やん。いや小ジョババ小ジョババあーやばいやばい。でもこれはあっちを処理できればこのマジアチャでいい感じにね。いや優秀やな。そうムートが優秀なんですよね。これさ引き分けみたいなとこあるけど言うてか、これミスった方の負けみたいな戦いになってきそうやな、ね、あこれマジアチャが、あーあと一歩頑張れ頑張れ頑張れ。いやいける全然いける全然いける。まさか、ああ相手ポイズン使ってきたんでね。使ったから、はいババコヤー、はいババコヤー。これ相手したらイライラするだろうなこれね。これもうムート出して、これ今チャンスですね。あのこの数の暴力ってやつ、勝手にババ、これマジアチャマジアチャマジアチャ、早く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 、よいしょ、あーでかいでかい、こうやってちょくちょく削っていくと、えこれマジアチャ残るくれ、残る、あーこれ引き分けだけは嫌なんですよねマジで。これ勝てる勝てるから、うん勝ってるときは勝っていきたいね。しっかり待って、これ5打ってダメかな。おお。あ、外れたかも。危ねえ。すぐ外すからな、ラット5を。5下手くそなんですよね、僕。5とか雪玉が下手くそ、ラットは。あれ、むずくね。うん。むずくはないな。ザップとかならいいんだけどさ。楽すぎか。これ、ババコが出してあげて、上のババコが出るよね。よし。逆サイ来ても、ムート持っとけばね、逆サイもそんな怖くないんだよ。あ、なるほど。これ。おいいね、これで。これ、マジアチャ出して、ガゴとか。いいね、いいマジアチャ、はい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 、さあ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 、これさゴーストでワンチャン延命、あーいやこれができないよ、ロリババが強いよな延命ができない。これ5とか打たんの。あ5ってよかったわ。まあ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 、あーやばい、いい延命それは。でも俺らロリババロリババが優秀みたいなとこあるなそれは。そうで、あとはババが勝手に防衛してくれる。そうでこれ意外とだから飽きたわ、うん、もうもうなんか同じことしてるだけだもんライブでも飽きるデッキみたいな1試合の間に使ってて飽きる。さあさあそんなことある。これアマンちゃんのマジアチャ意味、あでもさっき使ったんか。いやあるよ、あんの、うん、まだ落ち着いてやると。そうあーやばい、これでな、あーあー読みまあいいな、まあいい。でこれでこれワンチャンさムート残るみたいなとこない。おおおお
これつけ足しゲーミング開催な。確かに確かに焼き鳥に言われたからつけ足してこれででも攻めれなかったら焼き鳥のせいにもできて、今マジアチャ後ろから出したのが半。これさ、え、買ってくれ買ってくれ、出すだけ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 、よいしょ、やば、やば、買った、やばやば。でしかもこれ取る高いから、え、何ぐらい、32。おい、やば、美味しくね、めっちゃ美味しい、やば、何何何いたん、これ多分コメント欄でいや、やばって、クララしろって言われそう。出すだけやんか。やばい。ちなみに何位？さあ、11位！よいしょ！やば。気持ちいいな。めっちゃ上がるやん。これ、置いてただけっすよ、マジで。見てて思うと思うんですけど、本当に置いてただけ。で、相手がちょっと油断したなって時に、ワンチャン狙っていくっていう。だって、何もしてないけど、相手が勝手に崩れていったんでね。マジで。やばいな。そう。これね、楽で強くて、うんうん、まあ、勝ち方よくわかんないですけど。いや、ちょっと。使いたくなるわ。そう、マジでおすすめなんでね、ぜひ使ってみてくださいと。ということでね、もう今日は十分、うん、これはい、そうやな、もう11いけば満足やな、ね、ということで本日おしまいになります。はい、はーい、ということで焼き鳥のね、はい、いつも恒例、最近毎日言ってるわ、ね、うん、いいね、チャンネル完璧やね、貼っとくんで、あ、ありがとうございます、チャンネル登録はどっちでもいいんでね、いやいや、ぜひよろしくお願いします。では、んん、食べないで、バイバーイバイバーイ。